願いが叶うまであと一つ。どうもこんにちは、アロハチャンネルです。今日はね、ちょっと暗い状態でレビューしたいと思います。で、このドラゴンボールではなくて、今回はこちらですね、ライトアップガシャットスイングスペシャルということで、今回はライトアップ光る、ガシャポンということで、今回ちょっと暗めの状態でレビューしていきます。なかなかね、これが発売していなくてちょっと遅れてしまったんですけど、まあラインナップから見ていくと、ときめきクライシスガシャットで、クロニクルガシャット今ね登場してめちゃくちゃ圧倒的ですよね。で、これでパラドもね、今度こっちの仲間になるのか気になるところですね。で、バンバンタンクガシャット、これは仮面ライダースナイプのエピソード0ですかね、に登場するガシャットですね。で、プロトマイティアクション X ガシャットの計4種類です。で、今回コンプリートさせるために6回回してきて、コンプリートすることができました。それでは見ていきましょう。はい、開封しました。で、実際被っていたのがこのマイティプロトマイティアクションと、ときめきクライシスが被っていました。で、この全4種類、コンプリートすることができました。でね、このサイズ感もすごくいい感じで、大人からすると少し小さいんですけど、すごいフィット感があってものすごく可愛いなという印象があります。で、3歳ぐらいのね、子供だとむしろデラックス版のガシャットよりもこのガシャットのサイズの方がよりリアルに楽しめるのかなと思います。で、今回のおもちゃは音はならないですね。で、この光るということで、何色に光るのかっていうのが気になるところですね。で、今回このときめきクライシスだと、まあ、ピンク色なのでピンクっぽい色かなというところなんですけど、ちょっと押してみます。はい、これはオレンジですかね。結構意外な色でした。ちょっと赤っぽい方かなと思ったんですけど、まあオレンジっぽい色ですね。結構光り強いですね。めっちゃ綺麗で、特にその光によって何かこう浮き出るということはないんですけど、まあいいですよね。で、個人的な見解でいくと、非常用のカバンってね、皆さん用意とかされてると思うんですけど、そういうのにこれをつけておくとね、まあ、子供がいる場合は子供がね、その、まあ、例えば避難所とかに行かないとダメになった時とかにこのおもちゃで遊ぶこともできますし、で、いざという時ね、ちょっと光弱いかもですけど、まあないよりマシっていうような光がつくこともできますしね、まあ一つそういうのにつけておくのもありかなというふうに思いました。で、ちょっと話がそれましたけど、ときめきクライシスめっちゃいいですね。後ろはホワイトで、こっちはピンクカラーでめっちゃ綺麗に色も出てますね。で、こちらが仮面ライダークロニクルですね。もうね、圧倒的すぎて、そして社長ダンクロとのお父さんというのが正体だったんですけど、めちゃくちゃね、強すぎて、あれどうするんだっていう感じはありますよね。で、さらにラスボスもまだいるということで、めちゃくちゃどんどん楽しみになってきてます。で、これもすごく綺麗で、後ろはちょっと明るめの緑、まあ、エメラルドグリーンみたいな色ですね。で、色はまあ緑かなというところなんですけど、確認します。はい、これは緑ですね。ちょっとね、動画だと明るく映るので、白っぽくもなるんですけど、実際はもっと深い緑ですね。非常用の誘導灯みたいな色してますね、実際は。はい、で、これがバンバンタンクガシャットですね。これはデラックス版はおそらく発売されてないので、すごく貴重ですよね。後ろはまあ通常のよくあるガシャットの黒で、前がこういう色で、ちょっと何とも言えない色というか、まあ緑っぽい色ですね。これもエメラルドグリーンっぽい色ですかね。ですね。で、これの色も確認します。これも緑ですね。ちょっとね、青っぽくどうしても動画だと映ってしまうんですけど、実際はこれ緑です。後で真っ暗にした状態でちょっと撮ってみます。なので、色としては仮面ライダークロニクルと全く同じ色です、実は。はい、で、最後プロトマイティアクション X ガシャと、これは紫とかかな。あ、これは赤ですね。完全に赤だから、個人的にはね、このときめきクライシスも赤で良かったのかなという気はしますね。なんかこう入れ替えたイメージすると、ときめきクライシスが赤っぽいようなイメージもあるんですけど、まあまあまあ、これもいいかなと思います。では真っ暗にした状態でちょっと確認してみます。はい、真っ暗にしてみました。もう本当にね、ちょっと何も見えない感じなんですけど、一番右、これが、ときめきクライシスですね。こうするとめっちゃ発光してるの分かりますよね。すごい発光力。
で先ほどの緑の仮面ライダークロニクル、おーこれもすごい、こう手に当たってる光でかなり緑なの分かると思うんですけど、やっぱりちょっと白く映ってしまうんですけど、実際もっと誘導灯みたいな深い緑ですね。綺麗で、タンクも同じで、こっちがマイティアクションですね。これも綺麗ですね。明るさ的に言うとこの仮面ライダークロニクルの方がやっぱり強いですかね。でときめきクライシスと比べてもやっぱり仮面ライダークロニクルの緑の方が強いかも。なのでまあね、非常用のやつにつけるのはこれがいいかもしれないですね。はい、ということでね、今回はちょっと珍しく暗闇の中でお伝えさせていただいたんですけど、このね光の強さとか、まあ分かっていただけたかなと思います。このアロハチャンネル、こういったガシャポンのレビューですとかストップモーション動画してますので、チャンネル登録まだの方はぜひお願いいたします。またコメントの方もどしどしコメントしていただけると嬉しいです。それでは本日もありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。アロハ。